ちゃん、これからの季節はやっぱり落ち着いて何かやりたいわね。そうね、温泉なんかもいいじゃない。こういうの作りながら喫水したいっていうのもなかなかおつなものですよ。またまた真由美ちゃんはすぐそれなんだが、そうじゃなくてこうもっとためになるっていうか心が広くなるような落ち着いた何か。そうか、あれよあれ。そうか、あれなのよね。というわけで今回は中央区の歴史をいろいろとご紹介したいと思うんですが、ねえ真由美ちゃん、いきなり歴史って言ってもこうなかなか難しいわよね。そうそう、なぜかとっつきにくいんですよね。でもどうかご心配なく、中央区ではこういうこともやってるんですよ。その頃までは江戸に定火消しと言ってですね、旗本が親玉で何箇所か今でいう消防署といったようなもんがこう方々に設けられていて、そしてそれ旗本の親玉が言っていて、下に賀宴と称する多くの人足を抱えていまして、その賀宴と言われた人たちが旗本の指揮命令のもとに火を消すと、こういうことがそれまであったわけなんです。どうも賀宴ってのはなかなかもうそこいら食い詰めたりなんかしたようなやつがなっていまして、どうも持て余すようなやつが随分多かったらしいんです。あの銭というもの、刺し子といってね、藁みたいもんでこうしょっちゅうこう下げて歩くというような、そういうその刺す藁、そういうものを方々行っちゃう売りつけて、買わねえか買わねえとてめえのうち開けても知らねえぞとかって脅かして。って売りつける、そういう悪いことをするやつが随分あって、江戸の市民が画家のもとも嫌ってたなんて記事さえあるくらいなんですけど。川崎先生のお話は相変わらず面白いですね。本当ですね。真由美ちゃんは去年先生とご一緒に歴史巡りのバス見学会に参加したのよね。そうなんです。とにかく川崎先生のお話に耳を傾けていると、こう知らず知らずのうちに歴史が頭の中に入ってくるんです。歴史が親しみやすいものになるんですね。その意味ではこの歴史教室も同じなんです。この教室は10月16日から12月11日までの毎週木曜日午後6時から築地社会教育会館で開かれます。なお11月9日、この日は日曜日なんですが、午後1時から開かれることになっています。それからバスによる中央区の歴史巡り、今年も行われているんですよ。それではその内容をダイジェストでちょっとご紹介いたしましょう。いろいろと指摘の多いところなんですね。改めて認識しました。そうですね。ところで真由美ちゃん、こういった歴史を踏まえて中国は今どんどんと発展しているわけなんですけれども、その発展をより進めるきっかけは何で、その場所はどこだったか知ってますか？
そう来るだろうと思っていました。ちゃんと調べてあります。中央区、いえ東京全体と言ってもいいと思うんですが、それは築地から始まっているんですよ。はい、これが文明開化です。何ですかこれ、牛乳じゃないですか。そうですよ、川崎先生に伺ったんですけれども、明治の初め築地には外国人の居留地があったそうなんです、で外国の人っていうのは伊藤さんもよくご存知だと思うんですけれども、毎朝この牛乳を飲むのが習慣ですよね。そうですよね。ところが近くには牧場なんてなかったものですから大変困っていたそうなんです、ここで登場するのがあの文豪芥川龍之介と言っても彼のお父さんの方なんですね、入船町に広牧舎という牧場を作って毎日牛乳を外国の人に供給していたそうなんです、牛乳は築地から、東京の文明開化も築地から始まったという一つの証明なんですね。そうですね、築地にはもっと隠れたエピソードがあるんです。まゆみちゃんがリポートしてくれています。それでは皆さんと一緒に見ていくことにしましょう。先生、東京の文明開化っていうのは、築地から始まったというふうに言われてますよね、そうですね、こここそは東京の文明開化発祥の地なんです、横浜の港を出てここの東京へ来るためには船で来るよりしょうがなかった。で船で来るとそこが一番いいというんで、この築地へ船が着くところのことが一番いいってんで、船がどっちとどっちと横浜から来た。そりゃ汽車が開通する前ってのはどのくらい船が来たか知れないんです。でアメリカの船なんかが横浜通いの船が一時爆発したことがあって怪我人が出て大騒ぎするほど人が来てたんです。そうしてるうちに外人さんがここへ来るということになって、ここがだん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 文明開化というの中心みたいになると、こういうふうになっていって、居留地のまず第一回が明治3年にできたんですが、その後へ後へとミッションスクールだのなんだのができるようになって、ここが文字通り東京における先端を行くところの素晴らしいハイカラな土地になって、長崎の出島と何ら変わらない市街封建ですから。居留地、それは日本の中の外国、そこの生活は他国を守ってきた日本人に大いなるカルチャーショックを与えた。明治元年にはすでに日本で最初の洋風建築によるホテルが現在中央卸売市場がある場所に建設され、貿易に従事する外国人の数も急速に増えていった。このことは日本人が文明に接する機会の増加を意味し、日本の首都である東京の発展に拍車をかけるものであった。ということは先生、日本周りに住んでいた人たちの生活にも大きな変化が起きているということですね。それはもう大変なもんだと思うんで、期待する人たちっていうのはとても大変なもんだったと思う。しかし居留地へこう外人がこう入ってきても、やっぱりそれは治外法権ですから、ここだけでなんか勝手なことがやれるわけですよ。そういうことでやっぱりいろんなこと、真面目に正規に貿易する人ばかりでなく、ちょいとなんか悪いことするって人も、日本人もそそのかした点もあるんでしょうけど、あったことは確かですね。例えば東京は一時も本当に明治の初年、ウサギのブームというのがあったわけです。おもとのブームなんてのもありましたけど、何か熱を上げ、そのウサギというもの、別に肉じゃなくて観賞用のウサギだったんですけど、耳が長いとかどうしたこうしたブチがあるとかってんで大変な騒ぎで値が高かった。たらここで外人をそそのかしてね、そして西洋香港から持ってきたその絵の具でもってコテンコテンに稽古水つけて塗ったりしてブチ作って、こんなのどこにもありゃしね、世界の珍品だなんて市中で売ったもんだから、ブラボーがねえしちゃったん。
こういうべらぼうな値にしたために東京府もこんなに熱が上がっちゃ困るってんで、うさぎに税をかけた。こうして何匹持ってるもんいくらなんつったもんだから、みんなおっぱなしてたちまち熱が冷めて下火になっちゃう。こういうこと何度か居留地を中心にした仕組んだ人たちもあったことは否定できませんね。だからしかしまあ真面目な人たちはちゃんとした商社を営んで貿易をしましたから、ここが本当に東京の文明開化の中心的に大きな役割を果たしたと言っていいんじゃないでしょうかね。それともう当時のうさぎ手の本当にかわいそうな立場でしたね。そうそう、もう全く惨めですよ。あの鍋に煮られてうさぎ鍋になっちゃったのさえあったんですからね。君は今の時代に生まれてよかったよ。ねえ。地図の歴史の中には学術的にも意味の深いエピソードがあるんです。これがイギリス人のお医者様のヘンリー・ホールスの記念碑です。ホールスは世界で初めて科学的な指紋の識別法の論文を発表した人なんですが、また明治7年明石町の居留地に敷地医院を開業、日本の医療体制の向上に大きく貢献しました。でもここで大事なことは、彼の指紋法の論文は日本でこの敷地で書かれたということなんです。現在の日本の犯罪検挙率の世界最高だという事実もなるほどとうなずけるような気がします。ここで当時の陸上交通発達の歴史を見てみよう。明治2年、築地のホテル間と横浜との間に定期運行馬車の路線が開設され、東京横浜間の時間が大幅に短縮された。しかしそのホテル間が明治5年に消失、定期運行馬車はその短い命を終えた。同じ明治5年、新橋横浜間に鉄道が開通、物資や人員の大量輸送時代に突入した。しかしその鉄道も庶民が気軽に利用できるものではなかった。代表的な庶民の足といえるのは明治15年新橋日本橋間に開設された鉄道馬車。この馬車は明治36年市電が開通するまで活躍した。こうして庶民の生活はどんどん向上していったというわけですね。ところで生活といえば、皆さんの食生活を支えているのがこの築地の市場なんですが、この市場元は日本橋にあったということを皆さんご存知ですか？から明治にかけて庶民の台所魚河岸は日本橋にあり大いに賑わった。しかし大正12年関東大震災で日本橋の魚河岸は壊滅の浮き目に。
以来、テントでの営業という不自由さの中で代替地の検討が重ねられていった。そして昭和10年、隅田川を遡らなくてもいいという理由で現在の市に落ち着いた。このことは大正から昭和に入ってもなお海上交通が物資輸送の花形であったことを示している。先生、こうして見ていきますと、文化と文明の発達というのは交通の発達とオーバーラップしてきてるようですね。そうですね。とにかくここなんてのはそのいい見本でね、まず隅田川の木工化なんとかしなくちゃってね、月島というものを明治20年から25年にかけて築き上げた一種の土手みたいな広いものですよ。でそこへ広っぱだったもんですから、だんだん工場やなんかが建て始めたんですけども、日露戦争が始まると随分どっとどっとと工場ができて職工さんが通う。なんとかしなくちゃ捨てる時に明治38年の1月、落ちねえか落ちねえかと思ってた旅順が落ちたわけだ。なんとかこの旅順陥落を記念しようっていうんでね、京橋の区民たちがみんな金を出し合って、そして職工さんたちが月島へ通えるようにってね、渡し船を作った。このために月島の工場地帯ってのは一層便利になったわけですよ。だけどももっともっと便利にしなくちゃと、それにはやっぱり橋を架けるよりしょうがないと、こういうことになって、いやー、その勝ち時の私に代わって勝ち時橋というものを架けようと、こういうことなん。勝ち時っていうのは旅順が落ちたためのあれだから、橋もやっぱり勝ち時橋にしようってんで橋がかかった。俺がもう戦争中だったが大変なもんだったんですけども、ただ軍需物資を運ぶためにはどうしても大きな船が出入りする必要があるんで、橋を上げるという、こういうあの羽橋形式という橋ができたわけ。これで出来上がった時大変で、みんなな、上がった上がった上がったってのを見に行こうってんで、上がる時間が書いて表札できてた。だからその時間になるとどっから集まってきたのか両側いっぱいで、あのこう上がってだんだん上がると、うわ万歳なんて捨てたもんなんだよ。大変なもん。橋が開いていたなんてのんびりしてたんだな。それが今は、ああ歴史ってなんだかビビ残酷のような気もするな。まゆみちゃんの気持ちなんとなくわかるような気がしますね。歴史を知るというのは単に学問や勉強というのではなくて、現代を考え直す一つのきっかけでもあるわけなんですね。でこういう意味では歴史というのは常に私たちに新鮮な感動や驚きを与えてくれる素晴らしい先生という感じがします。そうですね。今度のリポートで私そういう意味に実感しました。そうですね。心もしっかりと充電できたことだし、まゆみちゃんも元気なリポーターでこれからも頑張ってくださいね。
はい、任せてください。それではまた。さようなら。